こんにちは、ネギョです。本日も仕込みをしていきたいと思います。よいしょ。さて、今日はね、こちらね、糸よりからね、さばいていきたいと思います。よいしょ。今日板の糸よりでございますね。よいしょ。よいしょ。さて、今回ですね、よいしょ、タイトルはですね、鹿児島でサメ被害急増中ということでね、今年の夏は要注意かもってことにね、しといたんですけれども、よいしょ。まあどうもね、鹿児島の方でね、まあサメによるね、まあ被害っつったんですけども、まあとりあえず今のところはね、その漁関係のねやつのところで被害が出てるようでございます。よいしょ。まあ網とかのところにサメがかかっちゃったとか、よいしょ、サメが来て養殖のね網を食いちぎっちゃって、よいしょ、魚がね全部逃げちゃったとかね、よいしょ、そういうような感じの、よいしょ、被害がよく出てるみたいなんですけれどもね。まああまりね、その鹿児島のあたりに今までだと来てなかったサメみたいなんですね。よいしょ。それがやはりね、昨今のね、よいしょ、気温とか水温関係のお話になってくるんですかね。よいしょ。暖かくなってるっていうこともありまして、よいしょ、どうもね、徐々にね、南のサメもね北上してきてるんじゃないかっていうことでね、出ておりましたね。よいしょ。まあこれがね、漁関係のねだけで済めばいいんですけれども、そっち系のね凶暴な子たちですんでね。よいしょ。まあおそらくね、よいしょ、よいしょとね、人とね接触しちゃうとそういうことになっちゃうと思うんですよね。よいしょ。まあそれなんでね、よいしょ、海水浴とかはね特に注意といったところだと思うんですけどね。糸よりね炙るんでお塩振っておきます。よいしょ、よいしょ、置いておきます。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。仕込みお疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃいましたけど頑張ります。よいしょ、糸よりでした。よいしょと。こちらはイシダイですね。イシダイは取っとくかな。よいしょ。まあそれでね、鹿児島とかあったかい方にね、そのとりあえずサメがね、あの出てきてるよってお話だったんですけれども、よいしょ、ただあの辺のね海流的なものはね、あのこっち北の方までこうずっと伸びてきておりますので、よいしょ、まあよくね、あのあったかいお魚とかも普通に千葉のとことかにね、夏場だけは普通にいるよみたいなこともあったりしますので、よいしょ、全然この流れからするとね、関東圏内あたりぐらいまではね、よいしょ、まあ例年見ないサメとかが、よいしょ、出てきちゃうっていう可能性もねかなりね考えられるんじゃないかなって自分はこの報道とか見てね思うわけなんですよね。まあそれなんでね、まあいつもだったらこの辺出ないから大丈夫とかね、よいしょ、まあ思うと思われるんですけれども、よいしょ、まあなかなかそういうところがね通用しない可能性が高そうだなと思っておりますので、よいしょ、まあ気をつけるっつってもねかなりあれなんですけどもね、お気をつけてね、夏をね楽しめたらいいなと思いますけれどもね。
よいしょ。お、こんにちは、こんにちは。いらしていただきありがとうございます。今ね、こちらサワラさばいております。よいしょ、ポイッと。今日はね、千葉のね、サワラでございますね。よいしょ。お、あれです。海水浴場の浅場にも現れるんですかね。そうですね、サメは結構強いんでね、あの浅いとことかも普通に来るんですよね。まあ実際今も、今っていうかそのニュースでやってたやつも湾のね奥の方まで入ってきてるっていうね話で出ておりましたので、やっぱね結構ね浅いとこまで来ると思うんですよね。まあそれなんでね、あのちゃんと網の中でね海水浴するとこ行くとかね、まあちょっとね気をつけた方がいいとは思うんですけれどもね。まあサーフィンとかですとね、あのなんか何もないとこでね海でやったりするんで、やっぱそういうのはね結構ね怖いんじゃないかなって思いますけれどもね。まあ好きな方はねしょうがないと思いますけども、はい、よいしょ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 。あらあら大丈夫ですか。超大事にしてくださいませでございますね。よいしょ、もう一匹ねサワラでございますね。よいしょ、こっちの方がなんか丸っこいですかね。よいしょ、確かに南の方がねそういうサメ多いですからね。そう考えたらそこもね気温とかでね影響してくるんだなと思ってね、ちょっとねなるほどなと思っていたところでございますけれどもね。まあね、いっぱい今年見られるかっていうとそこは分かんないので、あくまでね自分のね予想というかね、ここまでの流れからするとそういうこともあり得るんじゃないかなっていうことだけなのでね、実際は分かんないですけどね。お、あれです、あのサイドのロープとかサメよけネットになってるんですね。あのなってるとことなってないとこがありますね。よいしょ、その遠くとかサイドとかにネットを敷いてる海水浴場と、まあ本当にただの V しかない海水浴場とありますね、はい。そこはそのなんか危機度というか、多分前にあったとかそういうの危機管理的なね、そういう意識でやってるところだった、やってるんだと思いますけどね。それのまあ管理してるところがどれくらい思ってるかなっていうところじゃないですかね。まあこれ以上言っちゃいけませんって目印だけの場合もあるんで、ネットないとこもありますけどね。はい。よいしょ。お、おはようございます、ざます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今ね、サワラやっております。よいしょ。まあ、去年もちょいちょいね海水浴場出たよとか言ってたんで、まあ、今年もねやっぱりねそういう流れがね続くんじゃないかなっていうのはねありそうな気がするんですけどね。よいしょ、まあ海のね中とかね泳いでても下見えないですからね。そう考えるとねちょっと怖くなってくるとこはねあるんですけどね。よいしょ、サワラでございましたと。よいしょ、ちょっと糸より炙ってまいりますね。タッパーを出して、お、あれです、お、福島なんかは遊泳家の方にロープかな。ああ、そうですよね、東北はそうです、確かにそうですね。
ね、ただ最近だと分かんないですからね、本当にね。あのシイラとかもね、なんかもう東北も取れるとかね、青森まで行ってるんでしたっけ、北海道でしたっけ、なんかそんな話も聞きますし、もうね、何が北まで行っちゃうか分からない時代なのでね、ちょっと注意自体はね必要かなと思うんですけれどもね。お、おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。今糸よりを炙っております。昨日遅かったんで始めるのがね遅くなっちゃいましたね。よいしょと。よいしょ。そしたらサワラもありますかね。よいしょと。もうちょっと前すぎた。置いておきます。まあ当面は養殖関係とかね、そっちの方の被害がって話にはねなってくるんだと思いますけれどもね。よいしょ、よいしょ。こちらがね大分の天然マダイでございます。よいしょ。大分のやつはね、身が締まってて上品でね、美味しい鯛でございますね。よいしょ。よいしょ。まあよくね、大分のお魚とかね、いいやつだっつって言われるんで、よいしょ。なんかあんまりよく知らない方だとね、脂がすごい乗ってるみたいな感じでね、よいしょ、思われる方がね、多かったりするんですけど。大分関係のねお魚は高級魚なんですけど、脂がね乗ってて美味しいっていうんじゃなくて、脂はなくて、脂はそんなないんですけど、筋肉質とかね身が締まってて美味しい系なので、よいしょ。なのであの大分のね佐賀の関サバとかね、そういうの食べてね、脂乗ってないじゃんとかね、クレームというかね言っちゃうとね、この人知らないんだなと思われちゃってあれなんで、お気をつけていただけたらと思うんですけどね。よいしょ、よいしょ。お、あれです、サメの話してました。そうですね、サメの話から始まっておりました。はい。なんかね、鹿児島ですごいね養殖とかの網食い破って被害出してるよって話がねニュースに出ておりましたもので、まあそこからね結構北の方まで今年はねサメがね登ってくると言いますかね、海流で来てちょっとねびっくりするじゃないですけど、いろいろ大変なことがあったりするんじゃないかなっていうねお話をしておりました。はい、よいしょ。まあないにね越したことはないんですけどね。マダイでございました。よいしょ。次カマスでございますね。お、あらです、シイラは20年前から相馬いわき市で取れてたみたいです。あ、そうなんですね。今日はデコばっかりって無線で聞こえてきました。あの男の子のシイラですよね、デコがでかいですからね。そうなんですね。まあ来てたは来てたんですね。あんまりねそういうデータ知らないですからね。取れ出したとか言われるとね、そうなのってなっちゃうんですよね。ありがとうございます。よいしょ、とっとっと。おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょ。こちらねハマスね、サバイキですね。おおいちゃん、おいちゃん、まあおいちゃんですかね。おはようございます、おはようございます。よいしょ、よいしょ。おあれです、まるで魚を買おうと思うんですが、おすすめはありますか。そうですね、まあ、今の時期だとね味が美味しいっていうのはあるんですけども、まあなんだかんだ美味しいんですけど、今ねあんまり味取れてないみたいでして、結構ねちょっと高くなっちゃったりするみたいなねちょっと感じになってるみたいなので、まあ安くていいのがね入ってれば味おすすめですし、今はそうですね、
ないかな。今はね本当に魚基本的に高いとかあったりするので、そうですね、日によって違うんですよね。今日というか、まあ、今週とかはね結構話題とかも安く売ってたんですけど、まあマダイとかカツオとかはまだちょっと安めですかね。よいしょ。なかなかねその時にね安いやつがやっぱねいいんじゃないかなみたいな感じがあるんで、よいしょ。まあやられる場合は市場とかで買っていただいてもいいかもしれないですけどね。よいしょ。市場だとね日によって値段違うんですけど、掘り出し物的な感じでねお安いやつとかあったりしますのでね、まあ一番のねおっちゃんに怒られないように注意していただいてっていうのはあるんですけどね。よいしょ、よいしょと、お、あらです、綺麗な包丁。ありがとうございます。よいしょ。ずっと昔から使ってますけどね、多分15、6年ぐらいは。ステンレスなんでねなかなかね、よいしょ、いい感じですね。まあ、切れ味があって曲がってくれるんでね、しなる包丁なんで結構魚にね向いてるなと思って使っておりますね。よいしょ。ほいっと。お、あらだす、昨日スーパー行ったらハモ売ってましたよ。お、びっくりしました。あ、そうですね、もう最近ハモ売ってますね。よいしょ。今年はどうなんですかね、なんか去年ねめちゃめちゃ高いみたいな話をしてましたけどね。よいしょ。まあ、値段が下がるってことはなさそうですけど、なんか今年はなんか結構まとまって出ているような気がしますね。よいしょ。まあ自分はハモを特に使わないんで、ああそうなんだって感じなんですけどね。はい。よいしょ。カマスでございました。よしよしよし。お次持ってきますかね。よいしょ。お、あらだす、何ですかハモって。ハモはあれですね、西の方でとっても有名なお魚ですね。そろそろやばいな、外すだけ外しとくか。こちら熟成のすだちぶりでございますね。まあ西の方で有名なね夏の高級魚って感じですかね。アナゴとかウナギみたいにね細っこいやつなんですけど、なんかすごい凶暴でなんかすごい生命力があるみたいなので結構有名ですね。なんか生きたままね頭取るとなんかすごいずっと生きてるみたいなね、そのまま噛みついてくるみたいな話とかがねあったりしますけども、まあちょっと自分はやったことないんでどこまで実話かは知らないですけれども、まあなんかそれぐらい元気があって凶暴らしいですよ。まあ夏なんかねこうスタミナ料理的な感じなんですかね。西の方だとよく召し上がるんで、よいしょ、結構なんかねチェーン系のとことかでも夏になると使ったりしますよね。よいしょ。まああれはなんかどうも専門料理だなと自分は思っておりますので、やっぱねこう変に手出してもあれかなって思ったりもしておるので、よいしょ、ちょっとねうちでは特に扱ったりはしないんですけどね。結構お高いですしね、やっぱりね高級魚ですし、こっちの人はそんなに夏だからっつってハモ食べたいのかな。ちょっとあんまりハモあるって聞かないんでね、そんな食べたい感じあんのかなっていうのは思っております。おっと失礼しました、引っかかっちゃった。よいしょ。まあハモ食べたいなっていうのがねあればね買ってくるんですけどね。まあ骨切りされてるパックのやつみたいなのが売ってはいるんで、まあそれで天ぷらとかとはねできると思うんですけどね。よいしょ。すだちぶりでございました。よいしょ。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。こちらね、こっちでございます。まごちっすね。あら、
曲がって固まっちゃった。夏のお魚のねこっちでございます。お、ハモの湯引き大好きです。おー、そうなんですね。ね、美味しいやつ食べたいですね。なんかこっちだとねチェーン店的なところでねこうやってるハモみたいなのしかないんでね、なんか硬くて別にそんな美味しくないよねみたいなのがねちょっとね横行してますのでね美味しいハモ食べたいですね。よいしょ、やっぱ美味しいもん食べないとねその子のねよいしょ能力みたいなの分かんないですからね。よいしょ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 、 よいしょ、お、あらだす。お、和歌山かな、アセロラマグロだったかまだいって分かります。ああ、アセロラ関係もやってますよね。マグロもやってるんですかね。マグロはちょっと自分知らなかったですけど、アセロラね、ブリとかなんかいろいろやってますよね。最近なんかあんまり入ってこないですね。なんだか最近養殖関係もね結構なんか海外を視野に入れて頑張ってたりとかするみたいなので、まあもしかしたらあんまりこっちに来ないのかもとか、まあもともと白身ですからね西の方をメインターゲットでやってるのかもしれませんね。お、あらです、関西の夏はハモ人気ですよ。やっぱりそうですよね、関西はねほんとハモですもんね。よいしょ、こっちにもねなんか生きたやつとかもねたまに来てるんですけどね。よいしょ、やられる人もいるんですね。よしよしよし、お、ハモ天ぷらうまそう。あれです。ね、天ぷらとかだったらうまいと思うんですけどね。よいしょ、なんかどうしてもなんかボイルとかしちゃってるとちょっとうまみ逃げちゃうのかななんてね自分は思っちゃうんですよね。それなんでうちもねアナゴとかはねアナゴ天ぷらやるんですけど、生のままね揚げるんですよね。よくあの蒸したり煮たりしたアナゴを揚げたりするんですけど、そうするとねちょっと逃げちゃって旨味逃げちゃってるんで、生のままやるとねプリプリで美味しい天ぷらができますね。よいしょ、お、天ぷら美味しそうですね。ありがとうございます。天ぷらねいいですよね。まあうちはね魚関係何でも天ぷらにしちゃうんでね。まああの徳川家康とかで有名だったねタイの天ぷらとかもね作ったりしますね。1週間前のやつがね熟成されてるので加熱用でそういうのをね天ぷらとかにしちゃうんでね。よいしょ、まあ魚はね何でも天ぷらにしたらねうまいっすからね。あんまりしないよっていうだけでね、はい、よいしょ、こっちでしたと。よいしょ、お、こっちちゃんかわいい。そうっすね、めっちゃかわいいっすね。よいしょ、さてそしたらねサワラ炙りますかね。よいしょと、どこに、よいしょ、長くてちょっと画面に入んないですけどね。お、あらす、こっちはこのサイズいくらぐらいですか。そうですね、まあちっちゃいですからね、ちっちゃいんでこれぐらいだったら500円とかそんなぐらいですかね。まあ1キロで1400円ぐらいでしたかね。よいしょ、まあこの時期なんでね結構日によってはねお安く買えたりもしますね。まあ魚今全般的に高いんで1400円とか言うとなんかちょっと安めな感じがしますけどね。よいしょ、お、ありがとうございます。赤酢ですし酢を作るとき塩と砂糖と昆布だけで大丈夫ですか。あー、そうですね、うちの場合は塩と砂糖と昆布とあとはみりん入れてますかね。まあ甘さとかをやっぱりなんていうんですかね厚みを持たせてあげたいので、砂糖だけだと砂糖の甘みだけになっちゃうんで、砂糖にみりんも入れることで、まあ、この甘さの幅が広くなるみたいな感じですよね。まあうちではねあの裏技的な感じなんですけど、まあ赤酢の香りがメインになってくるので、その香りを引き立たせるために
あえてね、砂糖はあのグラニュー糖を使ってるんですよね。よいしょ。結構砂糖も意外と香りが結構ありまして、高い砂糖とかになるとあの砂糖自体のね主張が結構強いんで、よいしょ、ね、メインを立たせるためにね、あんまり砂糖にはねちょっと主張してほしくないんで、サワラでした。なのでうちではねグラニュー糖を使ってね砂糖の個性が出ないような感じで寿司酢は仕込んでおりますね。まあ、寿司酢とかも結構調べたらあのレシピとかねいっぱい出てくるんで、なんか自分に合ったようなのをねこう使ってみるとねいいかなって思いますね。サワラですね。お、あれです、アセロラの味が乗って酸っぱい身になってたりするんですかねどうですかね、アセロラは試したことないんですよね。その業者さんによる、よるんですよね。今日あるすだちぶりとかは結構すだち感がありますね。で冬の間によく自分が使ってるカボスぶりは、まあ、カボスがほのかに香るって感じなんで、まあ、普通に食べると分かんないって方が多いみたいな、それぐらいのカボス感ですね。まあ、自分的にはカボスのそっちぐらいの、なんていうんですかね、分かんないかなぐらいな上品な感じが好きなんですけど、まあ分かるか分からないかで言えばやっぱすだちとかのはガンと分かるんで、あとはマダイとかはねよく分かりますね。マダイはもともとその癖が少ないんで、その香りのところにめっちゃあの果実系の香りが乗るんで、みかんタイとかねめっちゃみかんですねびっくりするぐらいみかん。なんできっとマダイでやってるやつはすごい香りがすると思いますよ。まあ香りが強いから抑えめにしてるってパターンもあるかもしれないですけどね。よいしょ。お、あれです、天ぷらに何つけますか天ぷらはですね、うちの場合は天ぷらお塩でやってますね。よいしょ、お塩でね食べてもらってます。うちでまあなんかねお塩コレクターじゃないですけど、いろいろねお塩買ってくるんでそのお塩をねまあ2種類とかまあ1種類の時もありますけど、お付けして天ぷら食べていただくって感じですね。お塩の種類でね結構感じとかねあの旨味が変わってくるんで、ね、そこをね感じてもらうみたいな感じですね。面白いですよ。こちらヤガラでございますね。今日は千葉のやからですかね。お、あらです、薄く片栗粉を打ったハモの湯引きはプリンとしていてうまい。あ、そうなんですねうまそうですねやっぱあの子たちはねこう身がねプリンプリンしてるのがいいですよね。よいしょ、やからでございました。よいしょよいしょよいしょ。お、あれです、今の時期こっち買わずともサフに行って釣りすると結構釣れますよ。あー、いいですねいいですね。いやーねー、なかなかね釣り難しいっすよね今週ね結構釣れなかったんでちょっとね、よしやっぱり釣りは難しいなと思っているところでございます。こっちでございます。お、勉強になりました、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそコメントありがとうございます。よし、皮引いていきますね。お、あらです、こんにちはです、チャンネル登録忘れてましたあ、ありがとうございますよろしければね、よいしょ、いつも仕込みしてますのでぜひでございます。よし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 、あ、変なとこ入っちゃったよし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 。お、あらです、あ、これヤガラかそうですね、先ほどヤガラでございました。こちらはこっちですね。よいしょよいしょ。お、あらです、天ぷらを揚げる際花を咲かせる意味って何ですかあー、あれですね、あのエビとかの時やるやつですよね。なんかあれはあのエビが細っちいとあのかっこ悪いから太くしたいっていう、そういう感じみたいですね。自分はあんまりあれ好きじゃないですね衣だけねこう派手になるだけでね、別にそんな別にうまいわけでもないですからね、衣がいっぱいつくだけなんで。
自分はあんまりやらないですね。まあそもそもエビの天ぷらあんまりやらないんで、はい。よいしょ。よいしょ、こっちでした。あれですね、うちはあの、ちょっとまあ薄めに結構ね、天ぷらの衣はつけてあげることが多いので、よいしょ、あんまり衣厚いのはどうかなって思ってますね。おはようございます。天つゆは出さないのですかそうですね、天つゆはね今ね仕込んでないんですよね基本的にはお塩で召し上がっていただいておりますね。はい、おありがとうございます。ヤガラは皮つけたまま握りで提供するんですか。そうですね、うちは皮つけたままにして、よいしょ、この後ね炙ってあげて、それで握ってあげる感じにしてますね。まあ、皮が薄いんで、よいしょ、炙ってあげるとね、もうそのままサクッと食べられますので、身の上品さに皮の香ばしさが加わって美味しいっていう感じに仕込んでおります。サワラ炙ります。よいしょ。お、あらだす、スーパーで抹茶塩を買ってそのままになっちゃってますが、他の料理とかでも活用法ありますかね。あー、抹茶塩ですか、なるほど。まあ全然あの美味しいお塩系は何に使っても美味しいと思いますけどね。まあただ確かに料理に入れて使うのはなかなか難しいかもしれないんで、つけて食べる系とか塩を振るときとかに使ってあげると全然美味しいと思いますね。あとは例えばお魚とかにもしやるんでしたら、あの生の柵にね、それ抹茶塩とかだけ振ってあげて置いとくとかだけでも結構ね雰囲気が変わってなんか美味しかったりしますね。抹茶感が出たりとかしてね。それでいうと何だっけ、知ってましたっけ、昆布茶締めとかもあるんですよね。あの昆布茶のねあれをね魚の柵に振りかけて締めてあげるみたいなね、なんか独特の旨味があってあれはあれで美味しかったですけどね。まあ自分はやってないんですけどね、どっかにいた時にそんなメニューがありましたね。はい、よいしょ。まあ美味しいお塩はね普通にそのまま美味しいんで、いろいろ試してみると面白いかもしれませんね。よいしょ、サワラでした。次はカマスですかね。よいしょ。お、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ大してアドバイスできず申し訳ないですねありがとうございます。よいしょ、カマスも塩振っておきます。よいしょ、よいしょ。よいしょ、さてと、次はアジでございますね。よこいしょ。アジはね、あの余分な空気に触れさせないようにね、タッパーにねしまっておきましたのでね。よいしょ。まあ光物関係は酸化ですね。酸素と反応するのが早いんで、よいしょ、空気にね当てないってのがね、美味しく仕込むコツですね。よいしょ。お、あれです、包丁かっこいいですね、ありがとうございます。どこで買いましたかこれはですね、あのもう本当に昔買ったやつなんで、自分が3本目か4本目、多分3本目だったと思うんですけどね、に買った包丁でございまして、もうね17、8年前とかなんで、まあその当時は普通にホームセンターですね、なんかいろいろ包丁もいろいろ置いてあるホームセンターで買いましたね。よいしょ。1万円とかはしなかったと思ったんですけどね。一応ね概要欄にね、あの別の材質になっちゃうんですけどね、貼っといたんですけどね、そっちの材質だと分かんないんですけど、この子はね結構ねしなったりしてね、よいしょ、使いやすいんですよね。魚ですとね、あの骨とかの関係で曲線がね多いんですけど、それなんでね、あの和包丁とこのね硬いやつ鋼ですとね、その曲線になかなかフィットしなくて、
さばいた身がね、なんか段々になっちゃうみたいな現象が起きたりするので、なんかなと思ってるところに、そこの身にねフィットするこのね、ちょっとしなるこいつがいたんで、これだったらうまくいけんじゃんっていうことで、よいしょ、がっつり使い出して今に至るというところでございますね。よいしょ。まあ切れ味がないとっていう方の方とかだとね、なんでやねんっていう感じになるかもしれないんですけどね。よいしょ。まあよく言われますけどね。まあ自分は肉をね切るのがメインじゃなくて、肉と骨の間にね包丁を入れてあげて外すっていう感じでさばいてるんで、まあぶっちゃけ外してあげるんだったら、あの切れ味そんないらないんですよね。よいしょ。別にダイソーさんの包丁とかでも普通にさばけますね。よいしょ。アジでございますね。今日島根のねアジでございます。よいしょ。まあもしね包丁買われるんだったら、まあ最初ね研ぎとか練習するのに、まあダイソーさんとかのはギャラクシーシリーズとかいいと思うんですけど、あれ研げるんでね。ね、ただあの中途半端なね価格のやつを買うと逆にね、使いづらかったり切れなかったりいろいろするんで、まあね1万円ぐらいとかはね出してもいいかなと思っちゃうんですけどね。まあめっちゃ気合が入ってなかったらやっぱりステンレスがおすすめなんで、はい、鋼とかね、あのかっこいいし買いたくなるんですけど、めっちゃすぐ錆びるんでかなり使いづらいですね。切れ味はねとってもいいんですけどね。よいしょ。お、あれです、ホボみたいな魚で羽がめちゃくちゃでかい魚ってなんて名前かわかりますか？ゲームの放送に出てきそうな姿でかっこいいんですよ。知り合いが釣ったんですがわからない。あ、そうなんですか。ホボを見たくてでかい。そうですね、まあ、ホウボウがね割とでかいですけどね。あとは似てるやつだとセミホウボウとかなんかいたような気がしますけどね。金頭とかもいますけど、金頭はそんな羽でかくなかったですよね。あとはなんだろうな。すいません。あとは何でしょうかね。八角とかもでかいんですかね。あんまり広がってるとこ見たことないですけど、すいません。写真とかがあったらまたあれだったんですけどね。申し訳ございません。よいしょ。ただひらひらしてるところだとミノカサゴとかもねあったりしますけどね。よいしょ。お、あれです、島根のお魚ドンチッチですか？こちらねドンチッチじゃないんですよね。今週もねちょっとドンチッチね見かけませんでしたね。残念なことになかなか取れてないんですかね。まあなんかアジ自体はかなりね今年もね今年厳しいってことみたいなので、よいしょ、その影響もあってか、まあ去年もねあんまり来なかったので、まあそういうものっちゃそういうものなんですよね。よ、こっちまではなかなか来てくれません。よいしょ。普通のアジでございます。お、トビウオ。こちらがねアジでございます。今日島根のねアジでございます。結構脂も乗っててね美味しいとこですね。よいしょ。まあ、島根の味は身がね柔らかいのが特徴なので、身が柔らかくて脂が乗ってるってとこですかね。なのでね若干水分がね入りやすいってのがあるんですよね。まあ水分が入りやすくて水分抜きにくいっていうのがあるんで、若干この子たちもね水分ね多めですね。やっぱ身が締まってる系の方がね水分入りづらいとか、そういうのそういう利点もねありますね。よいしょ。お、あれです、こんにちは。こんにちは、いらしていただきありがとうございます。お、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。おっとっとっとっ と, っと、変なとこ行った。しょ。お、また来ました。ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今ねアジさばいております。しょ。3枚にできたんでね、骨抜いていきますね。骨と、お、あれです、竜宮の使いみたいな。そうですか。ね、竜宮の使いもね最近なんかよくね衣装生きたままね取れたとかねやってますよね。まあ見てみたいなと思いますけどね。よいしょ。
お、ありがとうございます。ありがとうございます。お、なんかドラゴンの翼みたいでかっこいいんです。へえ。今の名前で調べたらセミホウボウっぽいです。あ、そうなんですね。セミホウボウ合ってましたかね。なんかね、魚もね、本当いっぱいいますからね。自分レベルだと、あの水族館レベルなんですよね。水族館にいるのはまあ大体わかるよっていうレベルなんで、あのさかなクンさんとかね、ああいうね、あのすごい魚好きの人とかにはかなわないですけどね、はい、めっちゃ詳しいわけではないですね、はい、よいしょ。お、ありがとうございます。イケスとかで生かしておくことあります？あー、うちはやらないですね。うちはやらないですけど、やってるとこいっぱいありますよね。市場でもね、いつもね、生きてるの売ってますよ。生かしとくとですね、どうしてもね、美味しくなくなっちゃうんですよね。よいしょ。まあ、もうご飯ね、食べない状態なので、食べない状態で、よいしょ、生きてるわけですから、まあ、なんていうんですかね、ずっとマラソンしてるみたいな状況になってるわけなので、どんどんね、疲れてきて、栄養なくなってきて、スカスカになっていっちゃうんですよね。まあ、なんでそれあれはまあ、なんていうんですかね、演出みたいなとこですよね。その今やりますよみたいな感じでやるので、まあ演出と、あとは身のプリプリ感ですね。締めたてのプリプリが味わえますよっていう利点ですかね。まあ自分はあんまりその辺求めてないので、まあせっかくある旨味をね、出してあげないで食べられちゃったらなんかかわいそうじゃないかなって思って、旨味が出てね、美味しくなるように仕込んでおります。よいしょ。お、ありがとうございます。こんにちは、包丁さばき、さすがです。ありがとうございます。そう言っていただき嬉しいです。ありがとうございます。よいしょ。お、名前変えました。あ、そうなんですね。まあ、えなっちゃう。あ、そうなんですね。なるほどでございます。よいしょ。よく変えるんですね。なるほどでございます。自分もね、一回変えたような気がするんですけど、結構ね、いろいろやってると、設定が大変なんですよね。他のリンクも全部変えなきゃいけないみたいな感じでね。だから一回変えちゃったんで、多分どっかのリンクはね、壊れてるんですよね。ホームページだったかな。直すとお金かかるとかいろいろあってね、ちょっとね、困ったなと思ってるところなんですけどね。よいしょ。お、ありがとうございます。いやいや、りょうさん頑張って。ゆうさんが目利きした美味しいやつでしょ。ありがとうございます。そうですね。まあ、一匹ずつね、全部目利きして頑張ってますけどね。よいしょ。なるほど。魚取ったらすぐ締めるのが一番なんですね。まあ、そうですね。すぐ締めるか、あとは、大分さんとかでよくやってるんですけど、その取った時にストレスがやっぱりかかっちゃうんで、そのストレスを取ってから、なんか水槽とかでリラックスさせてから締めるっていう、ちょっとね、変態チックなね、締め方もありますね。はい。よいしょ。ちょ、そこまでやるかって感じがするんですけどね。はい。よいしょ。で、カマス炙っていきますね。そろそろご飯炊けるんで、これでちょっと今回は終わりにしたいと思いますね。よいしょ。お、こんにちは、こんにちは。先日は何か釣れましたか？先日はですね、かなり渋い釣りになっておりまして、2日間行ったんですけど、クサフグ2匹しか釣れなかったですね。はい。フグは可愛かったんですけど、はい、逃がして帰ってまいりました。とても残念な感じでした。お、こんにちは、こんにちは。いらしていただきありがとうございます。今カマス炙ってます。お、こんにちは。こんにちは。お、包丁はどこのメーカーですか？包丁、こちらはですね、東次郎プロですかね。よいしょ。あとは新潟のメーカーさんの、よいしょ、ブライトシリーズとか使ってたりしますね。一応その辺は概要欄に載ってますね。よかったらね、ご参照くださいませでございます。よいしょ。まあ、かっぱ橋とかだったら、蒲田ハトギ社さんの包丁結構好きですけどね。何本か使ってますよ。よいしょ。お、あれです。お、お、おっとっと、おっとっとっと、お、水族館アザラシとかクレーターかアシカどうせ当たりおたりおたりおいおたりや
大好きです。水族館最近行ってないから行きたい。あ、いいですね。夏場涼しいからやっぱ水族館いいですよね。変態チック。おお、あれです。アイドンジャパニーズ。すいません。おお、インディア。インディアの方ですか。ありがとうございます。Thank you for your comment. ありがとうございます。フグ大好きです。食ってくれるのか。確かにそうですね。いいですよね。お、毎回炙るとなんか切りづらくなっちゃう。ああ、炙るとこうふわふわしますからね。そこから冷蔵庫とか氷水とかで閉めてあげるとこうキュッと閉まって切りやすくなるんで、閉まってから切ってあげた方がいいですね。お、フグの刺身大好きです。いいですね。うまいですよね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければね、他の動画とかも見ていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。